はい、こんにちは、テイガールです。今回はですね、アセットさんのランボルギーニミューラを作る第41号が届いたので、早速作っていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。はい、それでは41号開封していきます。今週はヘッドレストですね。はい、まずこれがフロアマットですね。ゴム製ですかね。で、こちらがヘッドレストということで、おー、なるほど。これは、はい。内装パーツ本当にクオリティが高いですね。すごくいい質感です。はい、はい、それでは早速作っていきますね。まずはこのリアフードレバー、こちらの方にこの小さな、ノブですね、これをここに取り付けると。これはですね、テンションとしてはまずですね、ちょっと緩めだと思うので、ほんの少しだけこちらの、木工用タイヤとつけておきます。はい、ここの段差のところまでですね、きちっと、押し込んでおきましょう。で、次ですね。はい、そしたら次はですね、このフロアマットなんですけども、これがですね、運転席側ということで、剥離紙を剥がして、ここにペタッと貼るだけですね。貼る前に必ず位置確認をしておきましょう。無理なくつくのかというのを確認しておいてから、剥離紙を剥がして、一気に貼り付けます。もたもたすると、粘着力なくなったりするので気をつけてください。はい、じゃあいきますね。はい、こういう感じですね。はい、それでは次にこのリアフードレバーなんですけども、ここの部分ですね、ここの部分がここに差し込まさると。ちょっとやっていきますね。この向きですね。はい、このような形でつきます。はい、そうしたら次にこのヘッドレストですね。ヘッドレストがここに差し込まさって、で、裏側からですね、ここ2箇所B のネジで固定します。こちらですね。その前にちょっとここゲート跡があるので綺麗にしておきます。はい、そしたらここですね。ちょっとここは作業がしづらいところですね。はい、私のチャンネルではこんな感じでアジェットやディアゴスティーニの大型模型の組み立て方の解説や、より簡単に綺麗に組み立てるコツ、それからちょっとしたディテールアップの方法など、工作初心者向けの動画を作って配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、そしたら次にですね、前回までで作ったこのセンタートンネルをこの真ん中のところに置きます。で、ここに突起ありますので、必ずここに入れるようにします。ちょっとここの突起がですね、入りがきついので、しっかりと奥まで入れないと隙間ができるので、ここ隙間がなくなったのを確認してからですね、ネジ止めしていきます。はい、で、ネジ止めはですね、こことここです。使うネジは今回入ってきたこの B のネジですね。このネジで前と後ろ1箇所ずつ、ここですね、止めていきます。
はい、このような形でセンタートンネルがついて、今回のですね、第41号の作業はここまでとなります。はい、で、次回のですね、42号のパーツの予告を見ると、来週はセンターコンソール、あとはですね、エンジンキーなんかもつくですね。はい、ここら辺も楽しみにしたいと思います。はい、というわけで今回もですね、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。